三河島事故は、1962年5月3日21時37分頃、東京都荒川区の日本国有鉄道常磐線、三河島駅構内で発生した、列車脱線多重衝突事故である。国鉄戦後5大事故の一つ。現在の JR 常磐線三河島駅ホーム、常磐線三河島駅構内で、 貨物船から進行方向右側の下り本線に侵入しようとした田端総車場発水戸行の下り台287貨物列車が停止現時の出発信号機を棒進む市安全側線に侵入。脱線、停止した。これにより、先頭の機関車と G のタンク車が下り本線上に飛び出した。 その直後に、三河島駅を4分遅れで出発し下り本線を進行してきた、上野初取出行きの下り台 2117H 電車が、下り本線を塞いでいた、多岐5万4 4に衝突。先頭車と2両目の車両が脱線し、上り本線上に飛び出した。さらに約7分後、その現場に、上野行きの上り第 2000H 電車が進入し、 線路上に降りて移動中だった二千百十七 h の乗客多数を跳ねた上、上り本線上に停止していた二千百十七 h の先頭車と衝突した。これにより二千百十七 h の先頭車と二両目の全部が原型を止めず粉砕された。上り二千 h は先頭車が原型を止めず粉砕され、二両目は築低下に転落して、 線路脇の倉庫に突っ込み、3両目も地区低下に転落、4両目が脱線した。この結果、死者160人、負傷者296人を出す、第惨次となった。事故現場。手前は区波に6万7007の残骸最初の下り貨物列車の脱線の原因は、機関士の信号源氏の誤認とされた。これは錯覚の一つである、 加減運動によって5人が起こったという報告がある。また、信号は死認していたものの、貨物列車は、三河島駅の出発側で高架の本線に合流するため、地平レベルから左カーブの12パーミル、上り急勾配を進行しており、蒸気機関車の機関室席からの視界は悪く、大量の貨車を経引にしているので、勾配途中で停車すればその後の軌道に苦労するので、 停車を躊躇した、あるいは、本線の閉塞信号機が、先行列車のために進行現時しているのが見えたので、自分の進路が開通したと錯覚したという説もある。また、287貨物列車通り2117、H 列車の衝突の後、約6分間あったにもかかわらず、両列車の乗務員や三河島駅職員が、 上り線に対する列車防護の措置を行わなかったことが、上り 2000H 電車の突入の原因になった。事故現場は、三河島駅からは、南千住駅より数百メートル先の地点であり、三河島駅員が直接確認することは、困難であった。一方、三河島駅信号国所の職員は、事故現場により、近い位置で勤務していたとはいえ、当夜は、 新月の前夜で月明かりが極めて乏しかったこともあり、事故の状況を確認するには現場に行って、死認するしかなかったため、上り線師匠の報告が遅れることとなった。また、列車指令が事故発生を確認した時点で、現場付近の上り線の運転を下り線同様に停止しなかったことも、事故を防げなかった原因とされた。列車乗務員である、 貨物列車の機関士は駅に事故発生を知らせに行き、機関助子は足を負傷して動けずにいた。2117H の運転士は貨物列車と衝突した際に頭を打って失神したものの、上り列車衝突直前に運転室から脱出して無事であった。しかし、裁判では運転室を脱出することができたにも、かかわらず 2000H に事故を知らせる行動を取らなかった。 ことで過失に問われた。張り出された犠牲者の一覧表1962年5月8日、運輸大臣、斎藤昇から国鉄に対して、運転事故防止についての警告が出された。国鉄内には、三河島事故特別対策委員会が設置された。自動列車停止装置の整備この事故を機に、自動列車停止装置が計画を前倒しにする形で、 国鉄前線に設置されることになり、1966年までに一応の整備を完了した。それまで使われていた、車内警報装置には列車を自動停止させる機能がなく、この種の信号を止進む事故を物理的に防ぐことができなかった。信号円管、列車防護無線装置の整備この事故を受けて、全列車に、軌道短絡機など、 防護七つ道具の整備を行い、常磐線に乗り入れる、全列車を対象にまず信号円管が取り付けられ、後に、列車防護無線装置が開発され、装備された。鉄道労働科学研究所の設立人間工学、心理学、精神医学的検知から、職員の労働管理を行うことが求められた。この対策として、中央鉄道学園のオ管理研究所と、 厚生局安全衛生課を統合し、1963年6月に、鉄道労働科学研究所を設立した。事故展示室を、開設2020年3月、JR 東日本、東京支社は、館内で発生した事故を、自らのこととして考え安全行動へつなげることを、目的として、三河島駅構内に、三河島事故展示室を開設した。 最初の衝突から、上り 2000H 電車の進入までの約6分の間、列車防護の措置を怠ったことなどが問題視されたことから、主として、列車の運行に関わる以下の9名が、業務上過失往来妨害罪、業務上過失致死傷罪、業務上過失致死傷罪の疑いで起訴され、それぞれ禁錮3年無罪の判決が言い渡された。 異例のため混流された青函ノン音像を未だに身元不明の犠牲者が一人おり、駅近くの寺に考慮死亡人として葬られている。線路を歩いて事故に巻き込まれた20代後半から30代ぐらいの丸顔の男性で身長は163センチメートル、手に数珠を持っていたと言われている。遺体からモンタージュ写真が作成され公表されたが、 知り合いであると名乗り出た人はいない。事故の犠牲者の中には、当時の人気漫才コンビであった栗友一休、三休の栗友一休も含まれている。事故後、栗友三休は、カスが三休として再起し、妻のカスがテルヨと共に、カスが三休、テルヨのコンビ名による、夫婦漫才で一世を風靡した。事故発生から一年後に、駅北東の清志政治に、 異例生涯の温度が混流され、現在も喧嘩が続けられ、当時のサイン時を忍ばせる。国鉄はこの事故をきっかけに、保有する、プロ野球球団、国鉄スワローズを、富士山系グループに売却することになった。この事故により、三河島という地名が、全国にマイナスイメージとして持たれるようになったために、寄避され、1968年の住居表示施行を、機に、 一帯の、三河島町という町名は消滅した、という説があるが、今尾圭介は2019年の著書で、三河島町の大部分は1961年10月31日に、荒川に変更されており、町名消滅と事故とを結びつけるのは、俗説、都市伝説としている。その後も数年間、三河島町の地名が残ったのは、道路からはみ出るなどした。 わずかな面積であって、もともと多町名への分割編入が意図されたので、あろうとしている。国鉄は安全性を PR するために、自己防止の新技術を紹介する映画を企画したが、映画制作を受注した岩波映画制作所は、監督、土本範明のアイデアをもとに、鉄道の安全な運行がいかに機関士たちの、ギリギリの労働によって支えられているかを示した。 記録映画、ある機関女子を完成させた。この映画は、水戸から上野までの常磐線を舞台に撮影されている。また、三河島事故で大破した状態で留置されている、D51-364 の姿も収録されている。テレビ朝日系、東映制作のテレビドラマ、特捜最前線第163話「ああ、三河島、幻の恋のぼり、 本事項もチーフとしている。身元不明男性に焦点を当てたもので、男性沖縄からの密、入国者と設定しており、全国紙に掲載しながら、誰からも連絡がなかったのは、沖縄には報道されていなかったためとしている。また、財布など身元のわかるものを持っていなかったのは、事故現場で取られたためとされ、犯人は発見されたものの、18年前の事件のため、 時効が成立していた。ありがとうございます。